列王記第214章イスラエルの王エホアハズの子ヨアシュの第2年にユダの王ヨアシュの子アマツヤが王となった彼は25歳で王となりエルサレムで29年間王であった彼の母の名はエホアダンと言い,いエルサレム出身であった彼は主の目にかなうことを行った ただし彼の父祖、ダビデのようではなくすべて父・ヨアシュは行ったとおりに行ったすなわち高きところは取り除かれなかった民はなおもその高きところでいけにえを捧げたり犠牲を供えたりしていた王国が彼の手によって強くなると彼は自分の父である王を討った家来たちを打ち殺したしかし その殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの立法の書に記されているところに基づいてのことであった。主はその中でこう命じておられた。父がこのゆえに殺されてはならない。子が父のゆえに殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の在家のゆえでなければならない。アマチュアは潮の谷で一万人のエドム人を撃ってセラを取り、 その場所を、翼テールと呼んだ。今日もそうである。その時アマツヤは、エフーの子、エホアハズの子、イスラエルの王、ヨアシュに死者を送っていった。さあ、直接対決しようではないか。イスラエルの王、ヨアシュは、ユダの王、アマツヤに人を遣わしていった。レバノンのアザミが、レバノンの杉に人を遣わして、あなたの娘を、 私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのあざみを踏みにじった。あなたはエドムを打ち破って、心が高ぶっている。誇ってもよいが、自分の家に留まっていなさい。なぜ、あえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかし、アマチュアが聞き入れなかったので、 イスラエルの王、ヨアシュは攻め上った。彼とユダの王、アマツヤは、ユダのベテシェミシュで直接対決した。ユダはイスラエルに打ちかされ、それぞれ自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王、ヨアシュは、アハズヤの子、ヨアシュの子、ユダの王、アマツヤを、ベテシェミシュで捕らえ、エルサレムにやってきた。そして、エルサレムの城壁をエフライムの門から、 隅の門まで四百キュビトにわたって打ち壊した。彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀、すべての器、及び人質を取ってサマリアに帰った。ヨアシュが行ったその他の事柄、その功績、ユダの王アマツヤと戦った戦績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。 ヨアシュは先祖と共に眠りにつき、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子、ヤロブアムが代わって王となった。ユダの王、ヨアシュの子、アマツヤは、イスラエルの王、エホアハズの子、ヨアシュの死後、なお15年生きた。アマツヤについてのその他の事柄、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。 エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた。彼はラキシュに逃げたが、人々はラキシュに追っ手を送り、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて運んだ。彼はエルサレムで先祖と共にダビデの町に葬られた。ユダの民は皆、当時16歳であったアザルヤを建てて、その父アマチュアの代わりに王とした。 彼はアマチュアが先祖と共に眠った後、エイラ島を築き直し、それをユダに復帰させた。ユダの王ヨアシュの子、アマチュアの第十五年に、イスラエルの王ヨアシュの子、ヤロブアムが王となり、サマリアで四十一年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムのすべての罪から、 離れなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神、シュガ、そのもべガテ・ヘフェル出身の預言者、アミタイの子、ヨナを通して語られた言葉の通りであった。イスラエルの苦しみが非常に激しいのをシュガご覧になったからである。そこには奴隷も自由な者も,もいなくなり、 イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それで、ヨアシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。ヤロブアムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼が戦いであげた功績、すなわち、かつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、 それは、イスラエルの王の歴代史に確かに記されている。ヤロブアムは彼の先祖たち、イスラエルの王たちと共に眠り、その子、ゼカリアが変わって王となった。